パノラマサイト前回に続きからプレイしていきましょう。さてプロタンの話聞くところからスタートしていきましょう。まだまだこれから呪い殺された被害者が発覚して増えるかもしれない。今日のニュースには気をつけておいた方がいいだろう。さて報告はこれくらいにして今日の調査を続けるとしようか。前回ここまでやればよかったな。まだまだどうするかい？呪詛玉が使えないならば出歩いても大丈夫だと思うが。そうね、一緒に行く。この目で見定めたい。オーケー。じゃあこの後どこに行くかは依頼人であるマダムが決めてくれたまえ。とりあえずどこ行こうかな。調査どっから行けば、とにかく気になる場所から行ってみればいいか。まあでも関係あるとしたら学校じゃない？さて渦中の駒形高校に来てみたけども、教師の遺体が発見されたわけだから当然警察ががっちり封鎖しているようだ。今日は休校になっているので周囲には行き場をなくした生徒たちが行き交っている。これさ、いや今まだいいか。白石道夫も城之内という教師も二人とももう死んでいる。ここでいられるものがあるんだろうか。ごめんね、来といて。やじ馬の姿もあって周囲はざわざわしているね。これなら僕らがここにいても目立つことはないだろう。お前の格好を覗いてな。校門周囲、立ち番の警察官が校門を封鎖している。まだ現場検証しているようだね。心なしが警察官の様子を見て警戒しているように見える。小説なんかでは探偵という存在は警察に疎まれているけど、本当なんだろうか。今の視線の移動、なんか怪しかったな。この場所は、本所七不思議のバカ林のゆかりの地でもある。貸り主がここに現れてもおかしくはない。ただ、城之内が貸り主だったのかどうかは調べようがないがな。警察は呪いなんて知らないだろうから、さぞかしこの事態には戸惑っているだろうね。さて、ひとまず周囲にいる生徒たちに聞き込みでもしてみようか。オッケー。生徒たちに白石道夫のことを聞いてみよう。行ってきたよ、マダム。お帰りなさい。何か情報はあった？ああ、若者たちは刺激的な情報に振り回されるのが相当好きなようだ。城之内と白石道夫に関する真偽不明の噂話が大量だったよ。まあそうでしょうね。どれも取るに足らない噂ばかりだったけども、一つだけ気になる話があったな。何？城之内を殺したのは実は白石道夫の仕業だという話だ。え？その根拠は2つ。1つは、これは僕も聞いたけど、城之内本人が数日前から白石道夫に殺されるといったことをぼやいていたからだね。これは同僚の教師がたまたま耳にしたのを一部生徒にこっそり教えたのが情報源だ。そんな話をされたら、あっという間に伝、まあそうだろうな。決まってるもんね。そしてもう一つ、昨夜の遅くに、この学校の付近に制服を着た抑え髪の少女を目撃したという証言があったそうだ。まあ。はっきり顔まで見たわけではないようだが、どうやら目撃者が複数人いるらしい。なので、白石道夫が蘇ったか、あるいは怨霊になって現れたのかって噂だよ。もちろん、おさげ髪の生徒なんて他にもいるし、注目されるための虚言の可能性だってあるがね。そう。もしそれが本当なら、その現れた白石道夫に、誘拐事件について、ぜひ証言してみれ、してもらいたいものね。それができるならば、とても助かるね。それからもう一つの情報だけど、白石道夫の住所が分かったよ。住所力を持っている生徒がいたからね。それは有益な情報。しかし皆、住所力があって当たり前だと思っているようだけど、個人情報が筒抜けなのは全くもってよろしくない。商売でそれ使ってんだから言うな。これではよからぬ考えを起こした相手にも簡単に住所がバレてしまう。でもそういうものじゃなくて、そう、今はそれでいい。ひとまず白石道夫の自宅にも行けるようになったしね。これさ、そうか、最初からになっちゃうのか。じゃあダメか。いやー、これ学校にさ、とりあえず、
あの二人をさ、ヤッコちゃんたちをさ、置いとけばさ、ここで出会えたのかなって思って、やっちゃったなーって思ってんだけど、後からやり直しゃいっか。しかし学校でこんな事態が起こったのでは、生徒たちも不安になるだろうね。明日以降学校が怖くて来られなくなってしまう生徒も出なければいいけど。警察は事件の解決しか考えていなくて、そんなことまではお困りなしだからね。そうね。まだもうちょっと話あるかな。子供たちと見てると、健やかに暮らせる環境がいかに大事かよくわかるね。さっきの住所録の件といい、子供たちを守るためには、いろいろ意識を変えていかないといけなそうだね。そうね。通学路で誘拐なんて二度と起こってほしくないし。これからの犯罪はもっともっと狡猾になっていく。法整備が追いつかなくなることも多いだろうね。だから僕みたいな異端も必要なんだ。どういうこと？あ、いや、なんでもない。こっちの話だよ。移動するか。だからあれでしょ？警察っていう枠にとらわれないみたいな話だよね。自宅行ってみるか。おかえりなさい。どうだった？ああ、白石道夫の実家だという長屋を訪ねてみたけど、何の音もしなかった。部屋も暗いし留守のようだね。新聞も溜まっていたから、もう何日も不在にしているようだ。そう。考えるか。娘が自殺した後なのに何日も留守にするってどういうこと？なんか大丈夫なんだろうか、この家庭は。まあな、子供のことをだいぶというか、めちゃくちゃちゃんと考えてるっていうか、大事にしてるマダムにとっちゃ、おいおいって話だよな。この辺りは比較的静かな、いかにも住宅地らしい区画だ。まだ長屋も残っていたりして、いかにも下町という感じだね。下町か。いいよね。こういったごちゃごちゃした裏路地は慣れていない。ここまで来るのにもおっかなびっくりだったけど。カイさんは私より容量性が高くがっしりしてるのに、ひょいひょいと慣れた様子で案内してくれた。探偵だから、尾行や調査に慣れているんでしょうけど、大したもんだ。下町は近所付き合いが深いようなので、少し周辺で聞き込みをしてみたけど、ご近所のマダムたちが聞いてもいないことまでいろいろと教えてくれたよ。どうも、ここ一年くらいの白石家は、近所でも評判が良くなかったようだね。そうなの？ああ、順を追って説明していこう。まず、白石家がここに越してきたのは3年前くらい。以前は、区内の一等地に住んでいたようだけど。白石家の主人が交通事故で死亡し、母子家庭になって引き払ったようだ。で、母親の白石敏子と、その娘の道代が、この家に越してきて。しばらくはご近所とも仲良く、家族同然に、助け合って暮らしていたらしい。それがどうして？その事態が変化したのが、一年ちょっと前のこと。母親敏子の内縁の夫と思われる人物が白石家に出入りするようになった。その男の名前は岩井寛吉郎というらしい。名前まで漏れ伝わるとは、井戸端の情報も凄まじいね。まあ、内縁の夫、岩井。その岩井が、またいかにも柄の悪い人相で、どうやら前科を持っている人物らしい。気に食わないことがあるとすぐ、暴力を振るので、罵声や悲鳴がよく自宅から漏れていた。この子にだけは手を出さないで、と言った。ああ、そんな感じか。悲痛な叫びに近所もざわついたそうだ。ひどい。
その他にも夜な夜な怪しげな呪文のような声も聞こえてきて気味が悪かったそうだ。それからご近所との関係も気まずくなっていたようだね。それ以来、もう傷だらけか。もしくは、傷だけで出歩く姿がよく見られるようになり、声をかけてもうつむいて何も答えなくなっていった。白石家は昼間でも雨戸を閉め切るようになり、完全に孤立していたらしい。それって事件じゃないの？どうにもならないの？残念ながら、家庭内の痴話喧嘩には警察は関与できない。少なくとも、現行法ではね。そんな。そして先週、道夫が自殺をしてからは、岩井との関係はより険悪になり、一応は、心身を痛め、ついに入院してしまったそうだ。で、岩井はそれ以来出入りする姿を見なくなったというわけだ。話を聞いた感じ、娘の白石道夫に同情する声は多かったけど、そうして白石家を迷惑だと感じていた人が多く、やっと静かになったと安堵している様子だったよ。引っ越して3年程度じゃ、やはり、よそ者だという認識は強かったようだね。よくわからないのだけど、どうしてそんな野蛮な人と交際なんてしてしまうの？もう俺もそれは結構気になるんだけど、結構いるよね、そういう人。交際した途端手のひらを返したように、態度が横柄になる例はよくある話だよ。そうでなくとも、金のためなのか、生活に相当困っていたようだし、娘を高校に進ませたいという願いもあり、甘い言葉につい頼ってしまったんじゃないかな。ふん、そういう世界もあるのね。マダムには実感が湧かないようだね。ま、いろいろな人生があるんだよ。岩井換気しろ、すげえ悪そうだな。でも甘い言葉っつって無職なんだろう。白石道夫との、道夫の母親、白石敏子の内縁の夫、1年と少し前から白石家に出入りするようになった。懲役刑に服していた過去あるらしいが、詳しいことは不明。さすがに敏子の方はないか。顔あるってことは出てくんのかな。白石家は去年から来た内縁の夫、岩井の暴力でうまくいってなかったようだね。以上かい。以上か。白石家は壮絶な環境だったようだ。私には想像もつかない世界だ。そんな環境で暮らす娘が誘拐犯に手を貸していたってこと？もう見れるもんないよね。向かいにあるビルが飛躍設計の本社だ。朝に訪ねた時には営業時間前だったが、さすがに始まっているようだね。小さな石鹸工場から1台でここまで大きくなったという立派な社屋だ。このビルの他にも工場や倉庫が区内にいくつもあるらしい。前社長で現在は会長の山森夏江が女帝と呼ばれるほど豪腕で振るっていたらしい。いた頃かす、ん？いた子。飛躍石鹸。おしゃれなロゴだね。洗剤の国内シェア4位の化粧品では第7位の、化学薬品ブランド。戦後の1946年に創業した小さな石鹸工場から高度経済成長期に創業者の山森夏江が女性目線で多くの市場を開拓して発展。墨田区の周辺の工場地帯で多くの同業者がひしめく中でも地域に根ざして確実に事業を拡大してきた。特に急速に増加し始めているコンビニエンスストアに的を絞ったブランディングを行い、一気に庶民向けにシェアを広げている。現在の主力製品は洗剤、石鹸、シャンプー、化粧品など。社名の飛躍はかすり模様の意、このこれがかすり模様ってこと？おお、会長。山森夏江、大手化学薬品会社飛躍石鹸の元社長。2年前に現役引退し、会長という立場に落ち着いているが、未だに影響力は大きい。その剛腕ぶりから一部では
奇怪な魔力を持っているとか、飛躍の魔女と呼ばれるなど、ミステリアスな噂が絶えない。戦前では織物工場で働いており、自身の天職だと思っていたが、やがて繊細で工場は全焼、丹精込めて作った織物も作業着に仕立て直す指示を受けるという。あー、戦争だとね。戦後、洋装化が進む新時代を感じ取り、織物の道は諦めたが、後に社名を飛躍とした由来は、これらの経験によるもの。かねてより工場で支給されていた石鹸の扱いづらさに不満があったことから、ここにビジネスチャンスがあると睨んだ夏江は小さい石鹸工場を自身で立ち上げ、外国製品を参考にしながら新商品の開発も行うとすぐに評判となった。その後もテレビを使ったプロモーションを積極的に行ったり、国民的に人気歌手にいち早く、CM に起用したりするなど、ラッツオンを振るい飛躍石鹸をあっという間に、一大ブランドにのし上げた。へー。で、弓岡という男はその会長秘書なんでしょ。そうだ。なら弓岡はその会長の指示で動いているという可能性もあるのでは。その通りだ。権力や財力を持った貸し主、確かに弓狩りの秘術にはそれだけの価値がある。だとしたら交渉は厳しいかもしれないね。交渉厳しいのもきついな。会社は営業中だ。受付も人がいるようだ。シールどっかないか？ないな。飛躍石鹸の養殖についているものが貸し主の可能性があるか。さっき金銭に交渉するというのも選択肢だと海さんは言っていたけど、大企業がバックについているとしたら、さすがに資金面では不利なんじゃ。っていう話をさっきしたね。昨晩はほとんど寝ていないだろうに、とても活力がみなぎっているように見える。これは若さのせい？それともプロタンのなせる技？チェックマークつかないんだな。まずはここの弓岡という男は本当に昨晩の男なのかどうかを確認した上で、貸し主なのかどうかを探ってみたいところだね。飛躍石鹸には僕一人で行ってこよう。そこは任せておいてくれたまえ。マダムは近くの喫茶店でお茶でも していてもらって構わないよ。おう、これ一緒か。はい、じゃあここで一旦区切って、次回公演行くか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。